ジャック・ホワイトはアメリカ合衆国のミュージシャン、音楽プロデューサー及び俳優。様々なバンド及びソロアーティストとして活動しているが、ザ・ホワイト・ストライプスのリードボーカリスト及びギタリストとして最も知られている。2012年4月24日、ソロデビューアルバムブランダーバスを2014年6月10日に2枚目のアルバムラスレトを発表した。どちらも 商業的にも、批評的にも成功した。ホワイトは、デトロイトで、いくつかのバンドで、ドラム奏者として活動した後、1997年、デトロイト出身での地に妻となる、メグ・ホワイトとザ・ホワイト・ストライプスを結成した。2001年のヒットアルバム、ホワイト・ブラッド・セルズからのシングル及びミュージックビデオの、フェル・イン・ラブ・ウィズ・エイ・ガールがヒットし、世界的名声を得た。これを機に、 ロレッタリン、ボブ・ディランなどの著名アーティストとコラボレートする機会を得た。2006年、ホワイトは、ブレンダン・ベンソンとザ・ラカンターズを、2009年にザ・キルズのアディソン・モシャートとザ・ゲット・ウェザーを結成した。ホワイトは、批評的にも人気の上でも成功し続け、2000年代のガレージロックリバイバルの鍵となる人物の一人に数えられる。グラミー賞を8回受賞し、 ソロアルバム2枚とも、ビルボード氏のチャートで第1位を獲得した。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて、2010年の改訂版では第70位にランクされた。2011年、同志のライターであるデイビッド・フリックのリストでは、第17位となった。2007年の9誌の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいては、 第50位。ホワイトは著名なブルースのアーティストのものを含む、ヴィンテージのギターなどの楽器を多く収集している。アナログ技術とレコーディング技術を熱心に推奨し、アメリカ議会図書館の全米レコーディング保護協会の委、e、員に名を連ねている。彼のレコード会社及びスタジオのサードマンレコードでは、自身の作品同様他のアーティストや地元の児童の作品を レコードで出版している。ラスレトは1991年より集計が始まった発売初集のレコード売り上げ記録を塗り替えた。ホワイトはプライベートをあまり明かさず、自身をわざと風変わりなキャラクターに見えるように作り上げている。2000年、メグと離婚。2005年、モデルで歌手のカレン・エルソンと結婚し、息子と娘を設けたが2013年に離婚した。 現在、テメシー州ナッシュビルに住んでいる。1975年7月9日、アメリカ生まれ。その類い稀な音楽的価値観と才能から、音楽界では不思議な存在とされており、アメリカのルネッサンス的な人物と評されている。1997年、メグホワイトとダホワイトストライプスを結成。初期のデルタ・ブルースを愛し、音楽に対して、 ミニマリズムのアプローチをとり、アメリカ全土で一躍話題となる。2005年、二つ目のバンドとなるザラカンターズを、ブレンダン・ベンソン、ジャック・ローレンス、パトリック・キーラーと共に結成。旧友たちによる新しいバンドであるザラカンターズの最初のシングル、ステディアズ・シー・ゴーズは、たちまち大ヒット。デビューアルバム、ブロークン・ボーイ・ソルジャーズは、 ビルボードのアルバムチャートに初登場7位で入り、グラミー賞2部門でノミネートされた。2006年の世界ツアーでは、ボブ・ディランと同じスケジュールでアメリカを回り、ディランとはお互いにコンサートで数回ゲストパフォーマンスを行っている。ザ・ラ・カンターズの2年目のアルバム、カンソラース・オブ・ザ・ロンリーも初登場7位を記録し、グラミー賞を受賞した。2011年、 ザ・ホワイト・ストライプス解散。現在は2009年に新たにザ・ゲット・ウェザーを結成し、活躍の場をさらに広げている。2012年、デビュー15年で、初の完全ソロアルバムブランダーバスをリリースした。映画にも出演しており、2003年にアカデミー賞を受賞したコールド・マウンテンで、アンソニー・ミンゲラ監督は、音楽監督ティー・ボーン・バーネットのアドバイスに従い、 ホワイトをジョージア役に抜擢。作品の中ではアパラチアの歌を数曲演奏している。同年、ザ・ホワイト・ストライプスのメンバー二人がジム・ジャーミッシュ監督のコーヒーシガレッツに出演。ホワイトとメグはジャック・ショーズ、メグ・ヒズ・デストラ・コイルと名付けられたエピソードで本人の役で出演した。その後、シンプソンズのエピソード、ジャジーザ・パーシキャッツで 再びスクリーンに姿を現し、ジャドア・アパトー制作のコメディ、ウォーク、ハードロックへの階段に、エルビス・プレスリー役で特別出演。2008年には、マーティン・スコセス紙監督のドキュメンタリー映画、ザ・ローリング・ストーンズ・シャイン・ア・ライトで、ストーンズとビーコン・シアターで、ラビング・カップをセッションした。ゲット・ラウド・ジ・エッジ、ジミー・ページ、ジャック・ホワイト・ライフ・ギターで共演した。 レッド・ツェッペリンのジミー・ページは n m e 氏のインタビューにおいてホワイトに対し最近のギタリストの中ではナンバーワンの存在といった惨事を送っている。1975年7月9日アメリカ合衆国ミシガン州デトロイトで10人兄弟の7男として生まれジョン・アンソニー・ギリスと名付けられた。父方はスコットランド系カナダ人、母方は ポーランド人の流れを組んでいる。カトリックとして育ち、デトロイト教区で、父はビルのメンテナンス管理者、母は数奇教事務所の事務員として働いていた。ホワイトは同役となり、1987年、デトロイト南西部の教区で主に撮影された映画ザ・ロザリー・マーダーズにクレジットなしで出演した。幼い頃、兄たちから音楽の影響を受け、 彼らが放置していた楽器の演奏方法を学習した。6歳の頃、屋根裏にあったドラムセットを見つけ、ドラムの練習を始めた。幼い頃はクラシック音楽が好きだったが、小学校に入るとドアーズ、ピンクフロイド、レッドツェッペリンなどを聴くようになった。単発で私立強制をしていた10代の頃、ホワイトは後にザ・ホワイト・ストライプスのベースとなる。 サンハウスやブラインドウィリー・マクテルなどのブルースや1960年代のロックを聴いていた。後のインタビューでサンハウスのクリニン・イン・ユア・フェイスが全音楽の中で一番好きだと語った。2005年の60ミニッツのマイク・ウォレスによるインタビューでは違った人生もあったかもしれないと語っている。ウィスコンシン州の神学校に入学して神父になるつもりだった。 しかし、最後の最後で、普通の公立学校に行くと、考えが変わった。その時新しいアンプを手に入れたばかりで、神学校にはそれを持っていけないと思ったと語った。結局、著名な高等学校のビジネス科に入学し、スクールバンドで、ドラムとドロンボーンを演奏した。15歳の時、家族の友人ブライアン・モルドゥーンの下で、家具職人の3年間の見習いをすることになった。 モルドゥーンは勤務中、ホワイトにパンク音楽を聴かせた。モルドゥーンはホワイトをバンドに加入させ、モルドゥーンがドラムを演奏するためホワイトはギターを演奏することになった。彼らはザ・アップ・ホルスター・ヤーズとしてアルバムメーカーズ・オブ・ハイグレード・スイーツをレコーディングした。高等学校3年生の時、ミシガン州メンフィスにあるレストランで、 従業員のミーガン・ホワイトと出会い、喫茶店、地元のライブハウス、レコード店などに一緒に行くようになり、1996年9月21日、二人は結婚し、伝統に逆らい妻の姓を名乗ることにした。家具職人の見習い期間が終了し、自身でサードマンアポーストリーを立ち上げた。企業スローガンは、あなたの家具は死んでいないで、企業カラーは黄色と黒で、 黄色のバン、黄色と黒の制服、黄色のクリップボードなどが使用された。サードマンアポーストリーはビジネスとしては悪くなかったが、ホワイトに金銭欲がなく、請求書をクレヨンで書いたり、家具の内側に詩を書いたりするなど、プロ意識に欠けていたため、あまり利益をもたらさなかった。二千七年、王にワイヤレスフェスティバル婚後の生を名乗り、ジャック・ホワイトは昼は家具屋、 夜は地元のバンドのほか、ソロでも活動していた。19歳の頃、デトロイトのバンドグーバーザ・ピーズでプロとして初めてドラムを演奏し、1996年の解散まで続けた。このバンドでツアーの方法や舞台上での演奏の仕方を学んだ。職業はバーテンダーであったが、1997年からメグはドラムの演奏を学び始め、 ホワイトによると、彼女が私と共に、ドラム演奏を始めたとき、新鮮で解放された気分でただ楽しかった。二人はバンドを組み、ザ・ホワイト・ストライプスと名乗り、二ヶ月後初めて公の場で演奏した。ホワイトとメグは結婚していたにもかかわらず、指定だと語り、テーマカラーとして赤、白、黒の服を常に着ていた。彼らは、ミシガン州のアンダーグラウンドガレージロックシーンでの、 キャリアを積み始めた。彼らは、バンタム・ルースター、ダート・ボムズ、トゥスター、タバナクル、ロケット455、ヘンチメンなど地元に根ざしたバンドと共演していた。1998年、ホワイト・ストライプスは、デイブ・ビューイックによるデトロイトを基盤に活動する、ガレージ・パンクの小さなインディペンデントレコード会社イタリーレコードと契約した。1999年、 ザ・ホワイト・ストライプスを発表し、1年後、カルト・クラシックのデ・ステールを発表した。このアルバムは、ビルボード氏のインディペンデント・アルバムチャートで最高第38位となった。2001年、ホワイト・ブラッド・セルズを発表した。このアルバムのシンプルなガレージ・ロックは、アメリカ国内外で賞賛され、2002年に最も賞賛されたバンドの一つとなり、 ガレージバンドリバイバルの一翼を担った。バンドのイギリスでの支援者で影響力のある DJ のジョン・ピールはジミ・ヘンドリックス以来の逸材と評した。ニューヨーク・タイムズがミーはホワイトについて芸術家気取りの仮面の下にカート・コバーン以来の内向的でダークなロッカーの一面が隠されていると記した。2003年アルバムエレファントが発表され商業的にも 批評的にも成功した。オールミュージックはこのアルバムについて、これまでのアルバムより怒りのようなサウンドで、変質的で素晴らしく、ホワイトブラッドセルズより暗く気難しくなっていると、記した。アルバムからの最初のシングル、セブン・レーション・アーミーは、バンドの代表曲となり、ビルボードシノモダンロックチャートで3週第1位を獲得し、2004年、 グラミー賞ロック楽曲賞を受賞し、スポーツの国際大会や抗議活動などで使用されている。5枚目のアルバム、Get Behind Me Satan は、ホワイトの自宅で収録され、ピアノがメロディラインをなぞり、ホワイトによる実験的なマリンバや他のリズムを打つギターは、これまでからの音楽性の変更を示した。2007年、六枚目のアルバム、I ッキー、サンプが発表され、 これまでの老廃のアルバムとは違い、ナッシュビルのブラックバードスタジオで収録された。前衛アルバムチャート初登場第1位、ビルボード200初登場第2位となった。アルバムのサウンドはこれまでより、パンク、ガレージ、ブルースなどの影響を受けている。このアルバムにより、カナダでツアーを行い、各州を訪れ演奏し始めた。しかしこの年の後期、 メグの急性不安障害のため残り18日の公演をキャンセルした。数日後、2007年の残りのイギリスツアーも全てキャンセルした。この頃ホワイトは他のアーティストたちとも活動を行っていたが、2009年夏までに7枚目のアルバムの計画を発表した。2009年2月20日、レートナイトウィズ、コナン・オブライエン最終回で、 ツアーのキャンセル5発のライブ演奏を行い、トロント国際映画祭において、カナダツアーのドキュメンタリー映画、ザ・ホワイト・ストライプス、アンダー・グレート・ホワイト・ノーザン・ライツが公開された。約2年間新作発表がなく、2011年2月2日、公式サイトにおいて、解散を発表した。ホワイトはこれについて、健康問題や方向性の違いに起因することではなく、 バンドが美しく特別なまま、終わりを迎えることが重要だったとした。ブレンダン・ベンソンとジャック・ホワイト2005年、これまでも共に活動したことがある、ミシガン出身のブレンダン・ベンソンとコラボレートし、ステディー・アズシー・ゴーズを作曲した。これにより二人はバンドを結成することにし、グリーン・ホーンズのジャック・ローレンスとパトリック・キーラーを迎え入れて、ザラ・カンターズと名付けた。 彼らはデトロイトにあるベンソンの自宅で会い、年内いっぱい時間の許す限り収録を行った。その結果、彼らはデビューアルバムブロークンボーイソルジャーズを発表し、このアルバムからのシングルステディー、アズシー・ゴーズはグラミー賞にノミネートされた。ザラ・カンターズは8日間、ボブ・ディランのコンサートの前座を行ったほか、このアルバムのプロモートツアーを行った。2008年、 二枚目のアルバム、カンソラース・オブ・ザ・ロンリーと、その一枚目のシングル、サルート・トいア・ソリューションが、同時発売された。このアルバムは、グラミー賞、ロック・アルバム賞に、ノミネートされた。2009年6月26日、グラストンベリー・フェスティバルのジャック・ホワイトと、アリソン・モス・ハート、カンソラース・オブ・ザ・ロンリーの、プロモートツアーの間、ホワイトは、 期間支援を悪化させて時々声が出なくなることがあった。当時ラカンターズと共にツアーをしていたザ・キルズのボーカルのアリソン・モスハートが彼のボーカルのパートを補うことがしばしばあった。二人の息が合い、二千九年初頭、新たなバンドザ・デッドウェザーを結成した。モスハートが歌い、ホワイトはドラムとボーカルを務め、ラカンターズのベース奏者、ジャック・ローレンスとクイーンズ・オブ・ザ・ ストーンエイジのキーボード及びギター奏者ディーン・ファーティタの4人で構成された。2009年3月11日、ナッシュビルからデビューアルバムフォアハウンドから多くの曲を発表した。2009年7月13日、ヨーロッパで2009年7月14日、北米でホワイトによるサードマンレコードから出版された。2009年10月、モスハートは2枚目のアルバムが 半分までできたことを認め、2010年3月30日、1枚目のシングル、ダイバイザドロップを発表した。5月7日に、アイルランドで5月11日に、アメリカで5月10日に、イギリスで新たなアルバム、シー・オブ・カワーズがサードマンレコードから出版された。ホワイト・ストライプスでの人気及び評判は、ホワイトに、ソロとして他のミュージシャンと活動することを可能にした。 これまで他のアーティストのレコーディングに参加したり、彼のプロジェクトに他のアーティストを招待したりしている。また主にサードマンレコードで様々なアーティストのプロデュースも行っている。2003年、デンジャー・ハイボルテージでエレクトリック c とコラボレートしたのではないかという噂が流れた。彼もエレクトリック c も否定しており、ボーカルのクレジットはジョン・ S ・オリーリーとなっていた。 クリス・ハンディサイドとのインタビューで、エレクトリック・シックスのメンバーのディック・バレンタインと、コリー・マーティンはホワイトが無償で参加したことを認めた。2004年、ロレッタリンのアルバム、ファンリア・ローズのプロデュース及び演奏を行った。このアルバムは、批評的にも、商業的にも成功した。2008年、ジェームズ・ボンドの映画、007慰めの報酬のテーマ曲で、 アリシア・キーズのアナザー・ウェイ・ツー・ダイをコラボレートした。2009年、映画、ゲット・ラウド・ジエッジ、ジミー・ページ、ジャック・ホワイト・ライフ・ギターで、ジミー・ページやジエッジと共に焦点を当てられ、エレクトリック・ギターについて会談し、それぞれの違った演奏メソッドを披露した。8月の撮影中、ホワイトの1枚目のソロシングル、フライ・ファーム・ブルーズを10分間で作曲から収録まで、 行った。8月11日、このシングルは、サードマンレコードから7インチレコード及び、iTunes でのデジタル配信で出版された。2010年11月、プロデューサーのデンジャーマウスは、ダニエル・ルピトのコラボレートアルバム、ローマに、ホワイトとノラ・ジョーンズを招聘した。このアルバムの、the Rose the ck, against ザローズウィズザブロークンネック o k e n n e c ワ2 a g a i n の3曲に、ボーカルで参加した。 2011年10月4日発売のアルバム、ザ・ロスト・ノート・ブックス・オブ・ハンク・ウィリアムズの収録曲、You know that I know を演奏した。同年、ワンダ・ジャクソンのアルバム、レッツ・ハワ・パーティーのプロデュース及び演奏を行った。彼女を喜ばせるため、彼は7インチレコードでの出版も行った。ホワイトは他にベック、ローリング・ストーンズ、ジェフ・ベック、ボブ・ディランなど、 他のアーティストとも演奏した。2012年1月30日に発表したシングル Love Interruption を収録した自身がプロデュースしたソロデビューアルバムブランダーバスが同年4月24日に出版された。このアルバムのプロモーションのためサタゲーナイトライブの音楽ゲストとして出演したほか2012年の夏にはファイアフライミュージックフェスティバルラジオ1 エス・ハックニー・ウィーク・エンド、サスカッチ・ミュージック・フェスティバル、フジロック・フェスティバル、ベルギーのロック・ウェルフテル等様々なフェスティバルに出演した。同年後期、彼はテキサス州オースティンで行われたオースティン・シティ・リミッツ・ミュージック・フェスティバルにメインゲストとして出演した。このアルバムのツアーの間、ホワイトは2つのバンドを雇ってランダムに出演させた。一方のピーコックスは、 全員女性で、もう一方のバザーズは、全員男性だった。ホワイトは2つのバンドを雇うことは、費用がかかり、このツアーを最後にやめることにしたと語った。グラミー賞において、ブランダーバスはアルバム賞、ロックアルバム賞に、フリーダムアット21は、ロックソング賞に、ノミネートされた。2014年4月1日、ホワイトは2枚目のアルバム、 ラスレトの出版を発表し、同年6月10日、シングルカットされたハイボールステッパーと同時に出版された。このアルバムは、ビルボード200で初登場第1位を獲得し、1991年にサウンドスキャンが調査を始めて、以降、1週間で売り上げたレコード記録を更新した。このアルバムは批評家の間で広く賞賛され、グラミー賞においてアルバムは、 オルタナティブアルバム賞にシングルラスレトはロックソング賞ロックパフォーマンス賞にノミネートされた。プロモーションツアーの間2014年7月30日デトロイトフリーメイソン協会にて彼にとって最長のコンサートを行った。2003年映画コールドマウンテンにジョージア役で出演しサウンドトラックコールドマウンテンのために出勤。 オントップオブザワールド、ウェイフェリングストレンジャー、ネバーファーラウェイ、クリスマスタイムスウンウィルビーイー、オーバー、グレートハイマウンテンの5曲を作曲した。2003年、ジム・ジャームッシュの映画、コーヒーシガレッツの、ジャック・メグにテスラコイルを見せるのショーに、ホワイトとメグとして出演した。2007年、ウォークハードロックへの会談で、エルビス・プレスリー役を演じた。年。 ホワイトはサードマンレコードを創立した。しかし2009年に彼がナッシュビルに場所を購入するまで実態がなかった。彼は長い間私はスタジオが欲しいと思わなかった。ホワイトストライプス時代私はスタジオに行き10日間か2週間かけてそこにあるものを使ってアルバムを制作することが好きだった。10年から15年間レコーディングをしてきて自分が使いたい。 録音機器、マイク、アンプを使って、やりたい音楽を作るための自分の場所を持つ時が、ついに来たと感じたと語った。あなたのターンテーブルは、死んでいないというスローガンを用いて、サードマンレコードはレコードを作り、第三者を雇って、自身の音楽事業を行った。2010年、ホワイトがコナン・オブライアンにしたインタビューの逆回転が入った、コメディアルバム、アンドゼイ。 コールメマットの7インチレコードを製造を及び出版した。ホワイトストライプスはイングランドで一気サンプのレコードを30万枚売り上げた。彼のレコードへの情熱について、私が作ったものを誰かが手にしていることを思い浮かべたり、新しいレコードを開けたりする時の気持ちが忘れられないからと語った。中学卒業後、ブライアン・ムルドゥーンのもと、 家具職人の見習いとして働く。ブルースカントリー70年代以前のロックンロールを愛好し、それらへの造形は非常に深い。徹底的なアナログへの関わりを持っており、ライブやレコーディングで使用する楽器、機材はほぼすべてアナログ製品を使用している。同世代のミュージシャンと比べると、異例とも言えるほどフィジカルな音楽を志向しており、特にセールスや派手さを重視しすぎて、 全く現実感のないような過剰なマスタリングが施された現代的ポピュラーミュージックを嫌う。なお、ホワイトは一貫して音楽をデータでもなく CD でもなくレコードで聴くことをファンに勧めている。ジョーク好きな人柄ながらしばしば鬼人、変人ともメディアに書き立てられる。特に2005年からのツアーではスリークイドと解明し話題を振りまいたが、 ツアー終了時にすぐ元の名前に戻し、イギリスのラジオでそれら理由を尋ねられた際、ホワイトは、それはすべてお金に関することだよと答えた。ホワイトは色に関しても関わりを見せており、それぞれのキャリアでのアルバムジャケットや、彼自身の服装などから読み取ることができる。尊敬するアーティストは、ボブ・ディランや、ロバート・ジョンソン。また、最近は、 同じデトロイト出身のアリス・クーパーに影響を受けた紛争をしている。彼は地元デトロイトのミュージシャンが音楽的土壌を作ってくれたのを感謝しており、特にイギー・ポップのファンでストゥージズのアルバムファンハウスを今までに作られた最高のロックアルバムと言っている。特にブルース歌手のサンハウスを敬愛しており、ホワイトのボーカルスタイルは彼の影響によるところが大きい。 ブルースカントリーなどの近代的音楽からの影響が色濃いながらも絶妙な現代性を散りばめたギタープレイを展開する。それらは多くがホワイトの生み出した独創的なリフを主体として演奏されるため、1970年代のブルース色を多大に残していた頃のハードロックとよく比較され、ホワイト自身もそれらからの影響を公言している。 使用するギターやエフェクター類は、オーソドックスでシンプルなものが中心だが、突然ファズで強烈な歪みを加えたり、ハウリングやペグを主観させたベンド奏法によるノイジーなプレイを始めたりするなど、そのセンスは他のギタリストとは一線を画す。ホワイトストライプス時代はメロディを一手に引き受けていたため、セブンネーションアーミー、ブルーオキットなどでは、オクターバーでベースラインを形成している。 ボーカルでは高音を多用し、歌うというよりも、叫ぶもしくはブルース的に、語るような趣の楽曲が多い。また、ギターだけに止まらず、オルガンやピアノ、マリンバ、ドラムなど、様々な楽器を演奏する、マルチプレイヤーである。しかし、テクノロジー色が強いプログラム、コンピューター系の楽器は演奏しない、という思考は貫いている。ホワイトはプライベートを、あまり表に出さず、 誤った情報が広まることもある。作品の内容と自分の生活は別だと考えており、ミケランジェロがどんな靴を履いているか考えるだろうか。そんなことは関係ない。ただ重要なのは作品だと語っている。酒や違法な薬物は一切摂取したことがない。2000年3月24日、バンドが有名になる前に、ホワイトとメグは正式に別れた。2003年、 コールドマウンテン撮影中に出会った女優のレネーゼル・ウィガーと短期間で会ったが交際が大きく報じられた。その年の夏、ホワイトが左足人差し指を骨折しツアーを延期までになった交通事故で彼女が同乗していた。彼はファンのためにネット上に手術の経過を掲載した。2004年12月、二人の別離が大やけになった。ホワイトストライプスの ブルー・オーキッドのミュージックビデオの撮影でホワイトはイギリス人モデルカレン・エルソンと出会った。監督のフロリア・シジスモンディは二人の間に何かを感じたと記した。2005年6月1日、ブラジルのマナウスで結婚した。結婚式はシャーマンが主催を務めアマゾン川のカヌーで行われた。ローマン・カソリックの主催による結婚式も後に行われた。マネージャーのアイアン・モントンが 花婿海添え人、メグ・ホワイトが花嫁海添え人を務めた。結婚公式通知には互いが諸婚と記してあった。2006年5月2日、二人は第一市長女、スカーレット・テレサを設けた。2007年8月7日、第二市長男、ヘンリー・リーを設けた。ホワイト一家はテネシー州ナッシュビル郊外のブレントウッドに居住し、 エルソンは古着やビーナスマーズを経営していた。エルソンはホワイトの1枚目のソロレコードに恋で参加した。しかし2011年6月、2人は離婚する予定で前向きな離婚式を行うことを発表した。2013年7月22日、ナッシュビルの裁判官はホワイトに未成年の子供たちに関すること以外でカレン・エルソンと連絡を取ることを禁じた。 2013年8月2日、ホワイトの弁護士から、ホワイト氏を妻や子に暴力を振るうような人間と思われることのないように、言い申した手を起こした。2013年11月26日、離婚が成立し、エルソンは後に暴力が離婚の原因であったという訴えを取り下げ、結婚生活が終わりに向かい、負のスパイラルに陥っていたと語った。ホワイトはこれに同意し、 悪い弁護士が離婚などに関わると最悪の結末になると語った。二人は離婚後も良い関係を保っている。2003年12月13日、ホワイトはデトロイトのクラブであるマジックスティックにてボンボンディーズのリードボーカルであるジェイソン・ストルスタイマーと口論になった。ホワイトは暴行罪で起訴された。彼は罪を認め、裁判費用を含む750ドルを課せられ、 アンガーマネジメントのプログラムを受けることになった。ホワイトストライプスが世界的に有名になったため、ホワイトとデトロイトのアンダーグラウンドミュージックのアーティストたちの間に摩擦が起こっていたことに起因すると報じられた。2006年、AP 通信のインタビューにおいて、最終的にデトロイトを離れたことについて、これ以上負の要素を受け入れられなかったと語った。しかし彼は、 デトロイトの街自体への気持ちをはっきりさせるため、カーイジェス・ドリームズ・コンサーンという詩を書いて発表した。この中で故郷への愛情を表現した。2013年の離婚訴訟中、エルソンはホワイトが彼女に送った過去のメールを見返していたとき、彼が彼女に送ったザ・ブラック・キーズを見下す発言などを見つけた。2014年のローリングストーンチのインタビューでこのことについて、 私のサウンドを無断投与した音楽がテレビのコマーシャルで流れるだろう。半分は私の音楽、もう半分はブラックキーズに聞こえるようなと語った。彼は後にこのコメントについて謝罪した。故郷のデトロイトを経済的にサポートしている。2009年、ホワイトはデトロイト南東部の球場をクラークパークの修繕のため約17万ドルを寄付した。2013年、 デトロイトフリーメイソン協会は14万2000ドルの追徴課税のため抵当として処分寸前であった。2013年6月、ホワイトが全額肩代わりしたことが明らかになった。この感謝の印に協会は2つ目に大きな劇場をジャック・ホワイト・シアターと改名した。全米レコーディング保護ファンデーションは創立時に劣化が危惧される。 オープンリールのテープやシリンダーの音源の復元及び保存のためホワイトから20万ドルを寄付された。重役のエリック・ジェイ・シュワルツはこの全国的な音楽の遺産の保存のために多忙なソングライターでパフォーマーの方が貴重な時間と金銭を寄付してくれたと語った。ホワイトはこのファンデーションの委員も務めている。様々なコラボレーションやソロにおいて ホワイトは9回のグラミー賞を含む、地域的、全国的、世界的な賞を受賞している。2011年、ナッシュビル市長のカールディーンはホワイトを、ナッシュビルミュージックシティ大使に任命した。以下に、ソロでの主な受賞歴を示す。自身の作品すべてと同様、他のバンド、特に、サードマンレコード所属のバンドのプロデュースを行っている。主なものを以下に示す。ありがとうございます。